表彰台に中央戻ってきましたね。はい、ありがとうございます。まあ、素晴らしいスタートダッシュで、最後また追い上げられてという展開だったんですけど、はい、まあ、ある程度予想できた展開だったかなと。そうですね、まあ、あの今回は多分今年一番、まあ、理想的じゃないですけど、理想はあのまま本当はどんどん引き離すっていうんですけど、その公言している通りのそのままのレースになったかなと思いますね。もうやっぱダンロップ、まあ、自分たち、まあ、序盤からもう逃げてアドバンテージを築いて、で後半、まあ、ブリヂストン勢がペース上がってきて追いつかれるかっていう、まあ、そこで唯一のなんていうんですかね、作戦ミスっていうか、自分がフロント切れ込んで本当に転びそうになって、そこで一気にもう4秒ぐらいあった差が2秒ぐらいまで縮まってしまって、あれは大きなちょっと自分のミスですね。まあでもなんとか踏ん張って。そうですね、もう、はい、それからは本当ミスを一つも出さないように、もうそれだけにも本当集中して、残り周回数もあんまり見ないように、見るとあまり気持ちもこう動揺したかもしれないんで、本当集中しました。まあ、あと残り2000、まあ、岡山もテストでよく走っているコースですし、はい、まあ、鈴鹿は今住んでる町ですしそうですね、まあ、気持ちよく勝って終わりたいですね。そうですね、まあ、このまま、まあ、前回の都合でちょっと悔しい思いして前戦前勝がなくなっちゃったんですけど、まあ、それが、まあ、一戦だけになるように最後までちゃんと走りたいと思います。